リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。イエイ！はい、ということで、今日は2018年を振り返ってという形で、年末のご挨拶動画とさせていただいております。はい、まず皆様に一言だけお伝えさせてください。私、リントを応援してくださっているチャンネル登録をしてくださっている方、ツイッターをフォローしてくださっている方、生放送を見てくださっている方々皆様、あとは私と一緒にコラボをしてくださっている、同じ VTuber の方々、この場を借りてご挨拶させていただきます。本当に今年1年ありがとうございました。はい、本当ね、今年は、皆さんに支えられて、この活動ができているかなと思っております。いやー、私、VTuber としてデビューしたのが8月の後半かな頃に、この体を手に入れて、バーチャルの世界にドバーンって飛び込んだんですけれども、それからというもの、最初の数ヶ月間はなかなかね、どうしていったらいいのかなとか、いろいろ悩んでいた時期ではあるんですけれども、いろんな方々に支えられて、動画の方向性も決まってきて、今はとても楽しく活動しています。本当に皆さんのおかげでね、いろいろなことができるようになりました。で、いろんな方に見てもらえるようになって、チャンネル登録とかも増えてきて、とても嬉しい限りでございます。本当にありがとうございます。はい。で、今年1年振り返ってなんですけれども、ちょっといろいろね、あった年ではあります。出会いと別れっていうのが一番大きいかなと思います。1月からこう振り返ってみると、1月からね、6月くらいまではちょっと暗黒時代でございました。R 世界線のリントちゃんがね、いろいろとあったので、まあ、大きくは言いませんけれどもね、その時期に別れというもの、まあでもいい別れではあったと思います。私としてはね。なんですけれども、もうあって、なかなか急に急変した時期でもございました。で、それからというもの、VTuber デビューをして、VTuber デビュー後数ヶ月した後に、そう、北海道の大地震があってね、それも一個のきっかけかもしれないです。あの大地震を受けて、あの日に実は私、生放送をしておりました。どういう生放送かというと、現状安心して大丈夫だよっていうところとか、全然怖くないよっていうところ、みんな元気に生きていこうねっていう形で、生放送させていただいておりました。結構不安に思う人がいるんじゃないかなっていうのと、あれ、りんちゃん大丈夫かなって気になる人もいるかなと思って、ひとまずスマートフォンで生放送だけさせていただきました。で、その時に感じたことが、私の活動で皆さんに元気を与えることができたらいいなって思ったのがすごい一つありました。私、まあ仕事上ではね、そう、なんかリアルな話をすると仕事上では結構真面目に、なんか、こう、カチッとしてる感じだったりするので、元気っていうところとかテンション高いっていうのは伝わってないみたいなんですけれども、本来のリントちゃんは、元気で明るくて前向いて生きていこうぜみたいな感じ。まあ落ち込むこともあるよ。落ち込むこともある。でもね、やっぱり前向いて生きていこうぜっていう感じの気持ちが強いの。だから、そういうのを皆さんにお届けできて、なんか私の動画を見て少しでも元気になるぜイエイエイエイっていう人が増えたらいいなっていうのと、暇つぶしがてら私の動画で元気になったよって思ってもらえたら嬉しいなっていうところでございます。はい。なので皆さんになんかこれからも元気を与えられるような活動していきたいなと思ってます。で、今年はね、10月ぐらいから色々変わったかな。本当にいろんな方と絡ませていただいて、それこそ一緒に、忘年会もさせていただいた方々、カワケンさん、ファルファルレさん、マムさん、ハルルン、ちはるちゃん、あと、アマトさんもそうだし、兄さんもそうだね。で、アマネコさんもそうだし、ネコちゃんもそう。本当、皆さんに支えら、みんな言ったよね、今ね。9人言ったかな。本当、皆さんに支えられて、今の自分ができているんじゃないかなって思っています。で、それこそ、
千春ちゃんとね、ラジオ放送をやるようになって、ラジオ放送もすごい定着してきて皆さんに見てもらえるようになったし、あとはそうだね、いろんなゲーム実況にもチャレンジしたし、料理企画もこうね、最初どうかなって思ったけど見てもらったりとかしたし、本当いろんな方に支えられた1年だったなと思います。で、これからもこの活動は続けていくし、楽しく皆さんに今の私の楽しいを伝えられるようにしていきたいと思いますので、来年もまたまたよろしくお願いします。新年動画もね、出そうとは思ってるので、そちらの方も見てもらえると嬉しいなって思います。まあ、今年1年振り返ると、出会いと別れ、どちらもいいものではあったと思います。いい経験をできたと思うので、その出会いと別れを胸に、来年もまた1年頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひぜひ皆さん、良いお年をお過ごしくださいということで、以上、リンリンパラレルのリンとでした。バイバイ。また来年もよろしくね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。